その東北ゆかりの人が未来の希望につながるような憲法の構想を出していた。松沢三郎という人は東北転々としていろんなところを訪ねて勉強して、義者選挙にも入ったりね。だからまあある意味じゃ放浪する若者たちという感じなんですね、うん、おそらく明治時代にはそういう人いっぱいいたんだろうと、うん、つまり藩が潰されて、うん、東北っていうのはその俗軍の、敵地だった。公に東京じゃ就職できないで、食いつぶしてあちこち居候してですね、最後は小学校の先生やって落ち着くと。でその時驚いたのは、うん、その蔵を開けたら200数十冊300冊近い本があるわけです。その本の中にデンマーク憲法、オランダ憲法、もちろんフランス憲法、アメリカ憲法、そういう本があるんですよ。誰がこんなもの読んだのかと思いました。だって五日市という武蔵五日市からですね、熊手20分ぐらい入った山のどん詰まりですよ。日々農村の労働でね、きつい労働をやりながら、そういう世界に通ずるいろんな文献を読みこなして議論をする、驚くべきこと、驚くことですね。憲法の井口さん、どういうふうにご覧になりますか。はい、改めてね、我々の今持っている日本国憲法につながる地下水脈の水源だなと、源だなと、特に色川さんご自身が陣頭指揮で発掘なすった五日市憲法草案ですね、つまり何かをしたいというやむにやまれぬ行動、それとそれから世界につながっていく地ですよね、地、行動と地というのが草深いこの村落でですね、ああいうふうに結びついていたという、これこそですね、地下水脈の水源だろうと、改めてそういう思いを強くしますね。で戦後、こういう議論がありますよね。戦後日本は戦争に負けて、日本の歴史に関係のないものを戦勝国に押し付けられた、だからこれをご破産にしてやり直そうと、とんでもないそういうことではないんだということがですね、実際1945年敗戦後、この占領軍が非常に注目した民間の憲法研究会という人方々が作った案があるんですよね。この在野の知識人、在野の論客たちの集まりですが、その中で唯一の憲法研究者が、でその鈴木康蔵が高知に行った時に、そこで今まで世の中に知られていなかった植木の資料に出会うんですね、まあ、そういう鈴木康蔵が中心になって民間草案を書いた。鈴木康蔵は現在の福島県南相馬市の出身、自由民権運動に光を当てた憲法学者です。昭和11年高知を訪れた鈴木は、うずもれていた植木江守の憲法草案を再発見します。そして敗戦後、鈴木は憲法研究会のメンバーとして憲法草案を作成。その際、植木をはじめとする自由民権運動の思想を取り入れました。憲法研究会の草案は GHQ に提出されました。これらも参照しながら日本国憲法の GHQ 草案がまとめられたのです。で、注目すべきことは、アメリカの当局はですね、日本の戦前にも民主主義があったんだという認識をしてたということですよね。でこれは植木江守だけじゃなくて、五日市、そして、数々の自由民権運動の中で模索されていた憲法構想というのが、私は幸せなですね、このなんて言うんでしょうか、地下水が表に出る機会を得たん
そういうふうに、理解しています。戦後のこの民主主義の元のところには自由民権運動っていうのがあるっていうのが先生の考え、はいはい、そうです。全くもう井口さんのおっしゃる通りだと思いますね、うん、鈴木康夫さんとかそういう方の力もあり、まあ遡った植木絵森とか千葉拓三郎、非常に優れた本当に貴重な憲法が作られたわけじゃないですか。今こそその憲法をもう一度ね、一つ一つこう読んでいけば、人間が日本人は日本の国はこういうふうにしていかなきゃいけないってことが示されてるわけだから、そこへ戻ることじゃないのかな。若者たちが新しいね自由民権を考えてほしいですね。そうですね、うん、で今度の東日本大震災のあれで僕は随分走り回って感じたんですけれども、若者がね、いや今のこの暮らしちょっとおかしいぞ、不自然だぞというふうにちょっとそういうきっかけをつかんできて、うん、この桁違い の, 他の人の災難に対して自分がこうロープを分かち合うという感覚が出てきて、それが行動に表れてきたということはね、うん、やっぱり新しい日本を開くんじゃないかという気がしますが、うん、光は辺境からというか、うん、いやもうお二人の話聞いてね、もうそれは昔から言われることで、光は辺境から、ね。